こんにちは、ステレオカメラの相場です。今回ご覧いただいてますカメラはライカの代表的レンジファインダーフィルムカメラボディ、ライカ M3 の、中期のボディになっておりますね。はい、こちらは、シリアルが1066520ですので、1962年のドイツ製ライカ M3 ということになりますね。シングルのストローク1回巻きになってますね。はい、はい、では外観から見ていこうと思います。ご覧いただいてます通りですね、うっすらとやや使用感あるかなという感じではあるんですけれども、中身はですねきちんと整備されておりますので、信頼性はバッチリだと思います。軍艦部にですね、こうところどころですねちょこちょことこう傷、へこみがあるんですけれども、目立つようなですね、引っかき傷とか、擦れ傷などは、ほぼほぼないかなという感じですね。まあ、強いて言ってこの辺ですね、角がですね、ちょっとこう当たっちゃってますね。こうちっちゃいへこみと、ここに、へこみ。ここにもちょっとですね、ちっちゃいへこみがありますね。まあ、このぐらいでですね、あとは、バックドアの塗装もしっかりしてますし、サイドの金具の跡とかもないですね。ここにちょっとまたちっちゃいへこみ、傷があるかな。あとはこちらは綺麗ですね。はい。アイレットの削れもありませんね。はい。こういった突起部分のですね、メッキの摩耗などはない感じです。はい。底蓋もですね、やっぱりこういうちょこちょこと細かいすれはあるんですけれども、ジムにおいてこうガリガリってやっちゃったりとかですね、落下して凹んだりしたような凹みなどはないですね。はい。三脚の跡などもないですね。はい。で、針側ですけど、これはですね、きちんと張り替えがされている印象ですね。こう手にしっくりと馴染むですね、パキパキ乾燥したりしないで、こういう欠けたり、剥がれたりしやすい部分もですね、こういうところきっちりですね、補修とかがされていて、綺麗な状態になってますね。はい。はい。という感じで、はい。外観は、まあ多少ですね、こういった使用感はあるものの、おおむね綺麗な状態ですね。使っていてですね、こう不快感があるような、感じでは全くないです。はい。でもってファインダーですけれども、ファインダーも綺麗ですね。こうフロントから見てもですね、曇りカビとか悪さ紛れとか、ゴミ散り混入ないですね。で、接眼部から見てももちろん、ゴミ散り混入とか、曇りカビ、バルサム切れ見えません。はい。フレームセレクターとこのレンズの脱着によってですね、ブライトフレームもしっかり可変しておりまして、はい。薄くなったり見にくくなったりとか、表示が出なかったりとかいうこともないですね。はい。でもって、ピントの二重像もくっきりはっきりコントラスト強く出ておりまして、ピント合わせにですね、何はない感じで、縦ずれもないですね。はい。フレーミング、ピント合わせともにですね、何のない快適なファインダーをキープしております。はい。では、シャッターをチェックしていきたいと思います。シャッターは低速の1秒から見ていきます。はい。シャッター1秒ですね。はい。安定して、はい、切れております。続いて2分の1秒です。はい、2分の1秒も、はい、しっかり切れてます。はい。続いて4分の1秒ですね。はい。いいですね。低速のシャッターに、はい、シャッターの粘りとか、膜の遅れとか、ないですね。続いて、中速の125分の1秒です。はい。シャッター音も変わりまして、こちらも綺麗にしっかりと、はい、シャッター切れてますね。はい。でもってこの巻き上げですね。シングルストロークですけれども、こう、ジャキンジャキンという感じじゃなくて、こう、ヌメヌメとですね、こうスムーズに、非常に、この、心地よく、感触よく巻き上げてますね。はい。このライカ M3 のですね、最大の特徴であるですね、この巻き上げ、とても、はい、スムーズです。はい。この滑りとかもないですね。で、あとは、セルフタイマーですね、チェックしていきます。このレバーをぐっと下げてもらって、このスイッチでスタートいたします。弱くなったりしないでですね、こう、順調に動いてますね。はい、ここでシャッターが切れて、最後までしっかりと動作しております。
底蓋を外していきます。底蓋もですね、外しても中身に金属の不足、錆、汚れなどないですね。スプールももちろん付属しています。バックドアの開きにも問題ないですね。で、このレールの錆とか素材の劣化なども見られません。シャッター膜も綺麗ですね。はい、じゃあここで高速の1000分の1秒見ていきます。はい、こっちきっちりと開いてますね。向こう側の景色が一瞬見えてますので、低速から高速までシャッターに問題なく動作しているのがお分かりいただけます。はい、でこのスプールを一回引き抜くとですね、このカウンターがきっちりリセットされてますね。底蓋もこうしっくり閉まってて、こうきつすぎたりとかですね、こう緩かったりもしてませんね。はい、付属品がこちらのボディキャップです。はい、ということで、非常にいい状態のですね、ライカ M3 中期型のシングルストロークですけれども、念のためですね、末永くお使いいただくために改めて、分解整備清掃調整をご希望いただける場合はオプションからお選びいただけましたら、当社で格安で請け負わせていただきますので、ぜひご利用くださいませ。ということで、はい、ライカの人気ですね、代表的なレンジファインダーフィルムカメラボディライカ M3 のシングルストローク中期型になっております。ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。